ヒナの尺上バーマニアチャンピオニーは、ヒナの尺上かヒナの尺上おぞの植物。ごく小さな不正植物で、森林の臨床に生育し、ごく小さな花をつける。ごく小型の多年生草本。全体に白っぽい。茎は直立し、節ごとに小さな輪辺状の葉がつく。葉は3から4枚で白く、肥心型から卵型で、長さ1.5から4ミリメートル。 茎の高さは3から8センチメートル、時に15センチメートルとも、地下茎は短くて、膨らんで、やや休憩、多数のひげ根を持つ。花は8から10月頃に咲く。茎の先端に2から10個がやや登場に集まって咲く。花には、柄がなく、乳白色で、長さ6から10ミリメートル、可比変は、基部で融合して筒状ないし、壺型。 先端が直立ないしやや開く。筒上部は外面に産業がある。筒の先端には三つの学辺と三つの花びらがあるが、学辺がはるかに大きいので、上から見ると三角っぽく見える。学辺は三角で鋭頭、長さ1 5ト、mm、ル高褐色。花弁は学辺と対性して、先端が丸いサジ状で小さい。お寿司部は学辺と合成し、 花弁の根元やや下から出る。花糸はほとんどない。めしべは筒状部の底から突き出て散列する。和名は雛の尺状で形が尺状に似てごく小さいことによる。日本では本州の関東以西から伊南と四国、九州、それに薬島と沖縄本島に見られる。国外では中国南部からマレーシア、ボルネオ島、インド、 正論まで分布する。森林の臨床で、落葉の間から顔を出すように出現する。全くない。バーマニアチャンピオニー巻きの P876、ホッタミツル、ボルネオ産植物雑菌2、植物分類、地理22巻4から6号、1967年、161ページ。ありがとうございます。